はい、お待たせいたしました。村上真司さんの登場でございます。昭和の J-POP、昔の洋楽を中心に歌っております。無謀にも各施設を訪問したり、音楽イベントにも参加。主に使用するギターは、35年前のグレコのギターとヤマハのエレクトリックアコースティックギター。そして3000円で買った中古のギターです。こういったね、村上さんのプロフィールでございますけどね。今日は村上さん、どの、ね、ギターでしょうか。じゃあそれでは、村上真司さんの楽しいステージお楽しみください。あ、よろしくお願いします。今日はテープとかないですよね。テープとかないですよね。こういう曲、4曲歌う予定です。よろしくお願いします。あなたが笑ってたら、あとは弱りたくなる。あなたが泣いていたら、僕も泣いてしまう。難しい顔、難しい話、今ちょっと置いといて笑えますか。きっとこの世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思う。笑う角に訪れる何かを屈直に信じて生きていいと思う。あなたが今楽しんでいるのか、幸せだと胸張って言えるのか、それだけがこの世界の全てで、隣でこの歌歌う僕の全て。どこで誰か泣いていても気に留める人もいない。どれを切り取って人間らしさって呼べるかわからないけど、誰かの笑顔につられるようにこっちまで笑顔が映る魔法のように、理屈ではないところで僕ら通じ合える力を持ってるはず。あなたは今笑っています。
ますか。強がりじゃなく心の底から憎しみが入る隙もないくらい笑い声が響く世界ならいいのに。その姿形よりのままじゃダメだと誰かが言う。それにしたって笑顔は誰もありのままじゃ叶わない。きっとこの世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思う。笑う角に訪れる何かを愚直に信じて生きていいと思う。誰かの笑顔につられるようにこっちまで笑顔が映る魔法のように。いくつではないところで僕ら通じ合える力を持ってるはず。あなたがいつも笑えていますように。心から幸せでありますように。それだけがこの世界の全てで、どこかで同じように願う人の全て。なんかチューニングもなんか合ってないし、なんか音出てない。ひどいな。音出てない。音高いかしら。まあこんなもんかな。あ、全然合ってない合ってないな。まあいいや、まあこんなもんですね。はい、すいません。あの厚木からやってきました。去年もあの参加させてもらいましてありがとうございます。雨でね、一時どうなるかなと思ったんですけども、こうなって晴れてとても良かったです。で、2曲目はね、あの本当はあのそこに書いてあるんですけども、浮き手紙っていう歌を歌うんですが、本当はね、あのベサミムチを歌おうかなと思ったんですけども、ちょっとあの練習が追いつかなくてやめました。やめるの。いきなり本気になっちゃいましたが、置き手紙という輝き夢の歌を歌います。最近でも覚えたんですよ。当時は分かっていませんでした。間違えました。ちょっと合ってないじゃないですか。緊張するとね、もう合わなくなっちゃうんですよ。あ、一応こうチューナー合えるんですよね。ちょっと受けちゃいましたね。あるんだけど、なんか目が見えなくて、あの老眼で見えなくてよくわかんないです。合ってるんだか合ってないんだかちょっと分かんないですけど、もういいや、やりましょう。やりましょう。あのね、土佐さんにはあのカポでもこの間ご迷惑かけましたが、小松の時に
次はあの秋バージョンというあの、歌を歌います。カプってこうやります。僕は昔からずっとこうやってて、で、あ、みんなこうやってるなと思って最近気がついたんですよ、去年ぐらいから。そうすると気がつくとみんなこうやってるのね。僕はずっと大体ずっとこうやってたんですけども、最近はやっぱりみんなにあの長い紐に任せろ、巻かれろ、なんつんだっけ、そういう感じでね、ちょっと上の方からね、あの少数勢力にならないようにあの上の方からちょっとやってますけども、ちょっとそれでもねちょっと抵抗があります、今でも。の風がビルの間を通り抜けてく、街は色づいてるよね、君は立ち止まり地図を見ている、ここにあるって聞いてきたはずなのに、みんな迷わず歩いて二人でこの駅に来た、休みでにぎわう反対ホームだったね、上着に隠した思い出をき歩いて軽くなったと笑ったね、この街なぜか雪止まりばかり多いね、君には歩く背中を夕日が通し、君は気づいていたかな、教科書忘れてしまったけど、宿題はないと誰か遠くで知らせてた、みんな迷わず歩いているように見えるね、君には早く買おうよ、夕暮れも迫ってる、ほらみんなが君を待っている、早く着替えて行こう、一緒
緒に風になろう。神様僕たちを七国扱いにしないでね。僕は死ぬまで君が好き。はい、ありがとうございます。はいはいはい、お願いします。はい、お願いします。じゃあ次はあのサザンオールスターズの勝手にしねばと歌いますので、あのなんだ、なんだ今何時って言ってね、今何時って言ってね、今何時って言ってください。砂まじりの茅ヶ崎、人も波も消えて、夏の日の思い出は ちょいと瞳の中に消えたほどに、人も何も消えて、夏の日の思い出はちょきどきの中に消えたほどに、それにしても涙が止まらない、どうしよう、不遇な女みたいにちょっと今夜は熱く胸焦がす。さっきまで俺一人あんな思い出して、その時シャイなハート好きになるやめない、お目にかかれて、そうね、大体ね、ちょっと待ってて、まだ早い、不思議なものね、あんたを見れば胸騒ぎの星月、胸騒ぎの星月、皆さんは色の星月。いつになる場所なん、恋人に会えるの、お互いに身を寄せて、一枚の人に絡ませて、江ノ島が見え、俺の家も近い、一人の女なんて今見るように忘れしまう。さっきまで俺一人だと思い出せた時、一緒のハートリジェクトがただ浮かぶ、好きになっちゃれない、お目にかかれて、胸騒ぎの星月、胸騒ぎの星月、心なすか今夜波の音がしたわ、男の心誘う、胸騒ぎ
あ、すごい。ここの前のお宝です。あら、これは、2.9 億円ってやつですか。素晴らしいですね。当たったらどうするんですかね。ありがとう、いいんですかこれ本当に。なんだか当たるような気がします。ありがとうございます。どうも。2.9 じゃないか。どうもありがとうございました。はい、村上慎さんね、すごくありがとうございました。私ここだけの話ですけど、桑田ファンなんですよ。この間コンサート行っても T シャツ買ったぐらいで、もうじっとしてらんなくてちょっと出てきちゃいました。ありがとうございました。そういったわけで本当にいいね、素敵なステージで、もうなんていうかこうね、万葉の湯の前がいきなり歌声喫茶になったようなね、そんなステージでございましたけど、次はね、この、第6回小田原城ミュージックストリート、万葉の湯前会場、今日はねラストステージでございます。高橋翔一さんのステージが始まります。じゃあ、もうちょっとねセットの時間ありますのでお時間ください。